ケリーズ・フォードの戦いは、南北戦争3年目の1863年3月17日、バージニア州、カルペパー軍で、ラッパ・ハノック川沿いの騎兵戦の一部として起きた、戦闘である。この年6月に起きた、ブランディ・ステーションの戦いなど夏の、ゲティスバーグ方面作戦の騎馬戦の前哨戦となった。北軍騎兵師団ウィリアム・ W ・アバレル順尚の騎兵2100機が、 ラッパハノック川を越えて、その前の冬に嫌がらせをしてきていた南軍の、騎兵隊を攻撃した。南軍フィッツヒュリー巡将の騎兵旅団約800名が、反撃した。北軍は場所によっては、成功を収めた後、午後遅くに圧力を受けて後退し、リーの騎兵隊を倒せなかった。北軍のアンブローズ・バーンサイド少将は、1862年12月の、 フレデリックスバーグの戦いに敗れ、1863年1月の泥の行進という惨めな失敗の後、ポトマック軍指揮官を解任された。その後任であるジョセフ・フッカー少将は、フレデリックスバーグ郊外の陶器宿営地で、即座にその軍隊の再編成と訓練を始めた。フッカーの取った行動で最も重要なものは、軍の中に散りばめられていた小さな騎兵隊を組み合わせて、 騎兵一個軍団を作り、ジョージ・ストーンマン少将に率いさせたことだった。この時まで、北軍の騎兵隊は、J.E.B. スチュアート少将の指揮する、南軍騎兵隊に負け続けていた。北軍は、優れた装備があり、兵や馬を多量に補給できるという利点があったが、スチュアートに挑戦できるだけの自信、経験、指導力に欠けていた。 1863年2月25日、スチュアートの重要な部下であり、ロバート・イーリー将軍のおいでもある、フィッツ・ヒューリー巡将の指揮する、南軍騎兵隊400名が、フレデリックスバーグの北西9マイル、スタフォード軍にある、ハートウッド教会近くを襲撃した。北軍の騎兵は、リーの部隊をうまく追撃できず、しかも、ウィリアム・ W ・アバレル殉将の師団から捕虜150名を、 逃がしてしまうことになった。アバレルは、ウェストポイントの陸軍主管学校で、フィッツヒューリーと同期の親友だった。フッカーはこれに起こり、ストーンマンが、南軍のこの種の襲撃を止められなければ解任すると、脅した。これと、同時期に、フィッツヒューリーは、かつての友人と同級生に川越しに長老するような、メッセージを送った。この挑戦的なメッセージの一つは、あなたの剣を収めて、 この州を離れ、家に帰ることを願うものである。あなたは、良い馬に乗っているが、私はさらに良いものに乗っている。あなたが家に帰らないのであれば、私の訪問に返礼して、コーヒーの袋を持ってきてくれとされていた。騎兵軍団のアバレルの第二師団から出た石膏が、約三週間後にカルペパーコートハウス近くで、南軍騎兵隊を見つけた。アバレルは三千名の騎兵と、 六門の大砲を集め、ホーキア軍とカルペパー軍の間にあるラッパハノック川沿い、ケリーズフォードに向けて出発した。その動きを遮蔽するために、様々な部隊が派遣され、ラッパハノックステーションで敵の将兵と交戦した後で、アバレルの手元には3個、旅団2100名が残っていた。旅団長は、アルフレッド・エヌ・ダフィー大佐、ジョン・ビー・マッキントッシュ大佐、マーカスリの大員だった。 これに対抗する南軍は、フィッツヒューリーが指揮する800名、5個連隊の旅団であり、2門の大砲を持つ砲兵隊がついていた。バージニア州、ブランディステーションのグラフィティハウスの壁に書かれた落書き、メリーランドスクロールには、1863年3月16日に、ブランディステーションで、昇兵任務にあった、ジェームズ・ブレセットの大隊の戦場砲、第1号に当てられた。 メリーランド南軍病16名の名前があった。広げられた旗には、戦場砲と、第1号、スチュアート騎兵砲兵隊、ブレセット大隊、昌兵、1863年3月16日と書かれていた。ブレセットの大隊は、翌日の戦闘に大いに参戦した。1863年3月17日早朝、アバレルの前衛隊がラッパハノック川沿い、 ケリーズフォードに到着し、倒木と60名の南軍祖撃兵が、事態のトカを妨げようとしていることが分かった。トカの試みは3度激しい銃撃で撃退され、北軍の進行を90分以上遅らせた。アバレルの参謀長サミエル・イ、e、チェンバレンが、ロードアイランド第一騎兵隊の兵士20名を、率いて川を強行突破した。チェンバレンは頭を負傷した。 この戦闘での損失は小さかったが、アバレルは慎重に前進し、流れの速い川を渡させるために2時間以上を要した。リーはカルベパーコートハウスの西10マイルにおり、午前7時半に北軍が溶かしていることを知らされた。アバレルの標的は、オレンジアレクサンドリア鉄道のブランディステーションであると想定したリーは、その800名を使って、 北軍の前進を止めようとした。この部隊は、ケリーズフォードの北西、約2マイルにある、CT ウィートリーの家屋近くに配置された、北軍騎兵に遭遇した。ダフィーの旅団が、森の左に、マッキントッシュ旅団が、中央に、リノの聖騎兵にコレン隊が右手に配され、石壁の背後にあった。J.E.B. スチュアートもその日たまたま、カルペパーコートハウスにおり、 軍法会議に出席していた。戦闘を目撃するために、馬で外に乗り出すことに決め、砲兵隊長のジョンペラム少佐を連れて行った。彼らは、リーの騎兵が苦戦しているところに到着した。勢力比は1対2と劣勢であり、馬一に陣取った砲兵と対抗していた。この南北戦争で、南軍の騎兵連隊が、北軍の突撃に直面して逃亡したのは、初めてのことになった。 リーの部隊はここ連隊が横に並んで前進した。バージニア第3機兵隊と第5機兵隊が、狙撃兵に導かれ、石壁の間の隙間を見つけられることを予測して、その前を走った。ペラムはリーの部隊と共に前に進み、壁の入り口を通って合図を送っている時に、頭上で爆弾が破裂し、小さな破片がその脳に刺さって、致命傷を負わせた。ペラムは、 数時間後に死んだ。南軍の前進は、ペンシルベニア第16騎兵隊のカービン銃と、マーティンの砲兵隊からの砲弾で撃退された。北軍の左翼では、ダフィーがその陣地を保持せよという暴れるの命令に、逆らって突撃を命令した。この九州で、リー部隊は森を抜けてその背後の空き地まで後退を強いられた。リーは前進してくる北軍病に反撃を打たせたが、 優勢な敵勢力と大砲を前に再度交代を強いられた。南軍陣地からの回想が起こる可能性があったが、リノがダフィー支援のために前進せず、暴れるから早い時間に命令されていた通り、その陣地を守った。戦闘の様子を描いたイラストが、1863年のハーパーズ・ウィークリーより午後5時半までに暴れるは兵士や馬が疲弊してきたことを取り上げ、 交代した方が適当と考えると言った。アバレルの部隊によって負傷させられ、捕まえられていた南軍の士官二人に、コーヒー一袋を残し、親愛なるフィッツ、あなたにコーヒーをあげる。これがあなたの訪問だ。お気に召すかなというメッセージを渡した。アバレルの仲間の士官数人は、アバレルが正気をなくしたと考えた。戦場に J.E.B. スチュアートがおり、 鉄道の列車が近づいてくる音を聞き、南軍不評隊に川を背後に立ち往生させられる、可能性を想像して、心配のあまりの沙汰だった。北軍は12時間以上の交戦中に2マイル、前進した。その損失は78名だった。南軍の損失は133名だった。まだ24歳と若いペラムは、ロバート・イリー、スチュアート。 その他フレデリックスバーグの戦いに参加した古参兵たちから一目置かれており、その喪失は衝撃だった。戦闘後にスチュアートは勇敢なペラム、後期で紳士であり、国民によって痛まれるであろうと記した。マルバーンヒル、ゲンズミルなど、ジャクソンの多くの戦闘に参加した我が戦列の兵士がおり、彼らが一致して口にするのはあの突撃の中で我が軍を薄くした。 あれほど恐ろしい銃撃を通過したことはなかったということだ。リッチモンドホイック、1863年3月、アバレル軍は D の小さな部隊を破壊するという目標を達せず、白母の中で浅瀬を渡る圧力のもとに撤退したので、この戦闘は実質的に南軍の勝利だった。しかし、北軍の騎兵はスチュアートの伝説的な騎兵に初めて対抗できたということで、 死期の面で勝利したと考えた。彼らは自信を増して1863年夏の作戦に入ることができた。この戦闘に参加した騎兵の一人、ロードアイランド第一騎兵隊のジョセフ・エイチェデル中尉は、ケリーズ・フォードがこの戦争全体の中で初めて身があり、そしておそらく最も輝かしい騎兵の戦闘だったと記した。北軍も南軍も南北戦争の間に、 ケリーズフォードを頻繁に利用した。この戦闘で果たした役割に加えて、この年後半に起きた二つの戦闘の舞台になった。すなわち6月9日のブランディステーションの戦いと、11月7日に起きたブリス島方面作戦中の第二次ラッパハノック駅の戦いだった。ありがとうございます。